そして、今日は深場をまずは調査、いろいろこのレスト下から堰堤にかけての26メーター以上かな、その深場をちょっと魚探かけてどのように変わっていくか見ていきます。まずは第1ポイント、いつも毎年入る26メーター。本当は水量あれば30メーターぐらいある場所ですけど、今年は水が少ないですね。なんか今まであんまり見たことない中層、普通はそこの方2、3メーターまでに映るんですが、こう中層ぐらいまで浮いてるやつもいますね。20メーターぐらい動いて、前の日にやった穴だと思いますけど入れてみました。さっきよりも20メーターから下に反応出てますけど、距離は薄いかな、全体的には。まあ、でも逆に絞れて狙いやすいかもしれない。さらに 20m 堰堤に寄ってきました。消えるな、パッとしないですね。動いてはいるんだろうけど、食うのかな。レスト下から堰堤縄にかけて調査中、時間は8時ぐらいですね。まあ皆さんも特に釣りをしてますが、この日中になるにつれて、まあ、反応いいとこがあれば日中も釣れるんじゃないかなという狙いもあります。さらに堰堤寄りに来ました。まあ、そこの方ですね。ここはまあ3メーターぐらい浮いてもいるけど、こうなんか底拡大左側してますが、動いてはいるんで上下に、下行った、食い気あんのかな。これさっきよりもなんか動いてる感じがします。して、そこの方入ってきますね。なんか釣りやすそうな気がする。さらに堰堤に寄ってきたところ、まあそこの方やっぱり動いてますね。20メーターから上にもちょこちょこ入ってくる。この辺の 24.8 とか、この辺りが比較的底の方は安定して入ってきてる感じがしますね。そしてまあ上下に多少動いてると。さらに堰堤に寄ってきました。浅くなってきたかな、気持ち。反応はあんまり変わんないですね。そこの方と20メーター前後に移ってくると、あそこの方のやつは食いそうな
20m 上に貯槽にも入ってそこにも移るというパターンは変わりないですね。ほぼ園庭の真ん前ですね。差し込むとちょっと動くな。やっぱり園庭に近づいたんで浅くなると思ったら割と深くなって結構そこの方にいい反応ですね。固まって映るようになりました。これいいんじゃないかな。上がりを拾ってなければ全部魚かな。いい感じです。動いてもいるし食うんじゃないか。これはちょっとやってみたくなる反応ですね。まただいぶ園庭に寄りました。で駆け上がりに差し掛かりましたね。 21m 一気に薄くなりました。さっきの 25m あたりの反応いいかもしれないですね。存在感あるぜ。でかいぜ。もうまた上張りだ。